こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。あのオーラだけどさ、うん、やっぱりそれぞれなんていうの、その人の色っていうのがあるでしょ、基本的な。あるあるある。うん、ね、うん。で、まあね、それは割と何、例えばさ、うん、洋服でもそれが似合ったりするわけ。それもあるかも。そこが一番しっくりくるっていうかね、うん、あるよね。いや、それで自分でってこと。うん、自分でもあるし、周りの人から見ても、うん、あ、間違いないよねみたいな。ああ、そう、うん、例えばさ、今サッカーがすごい話題じゃん、うん、やっぱブルーとサムライブルーみたいな、うん、あるじゃない、うん、なんかサッカーの選手にブルーのユニフォームを着せたいみたいなのがあるみたいな、うん、もう完璧にこう一致してるじゃん、イメージがさ。でさ、ブルーって結構なんていうの、冷静になってく色でしょ、うんうん、だから今回のユニフォームなんかそれに赤のラインが入ってるんだって、私よくわからないんだけど。ああ、そう、うん、赤はね、こうなんかこう闘争的なね、うん、うん、ああ、ブルーはさ、もちろん冷静とかさ、そういうような、あの静かな意味もあるけれども、うん、あの広がり、物事がどん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 広がっていく、流れが良くなっていくという、ああ、そういうような意味もあるわけだよね。ああ、そう、うん、ああ、コミュニケーションとかもあるでしょ。そうだね、第五チャクラと言われる喉のところのコミュニ、ああ、のチャクラの色はやっぱブルーだからね。ああ、そう、うん、ああ、だから服、着る服によってもやっぱりこうなんか、なんていうの、自分のエネルギーも変わってくるわけだ。そうだね、それはやっぱりお互い足りないものを補うということもあるだろうし、うん、本来のものを引き立てるというかさ、うん、伸ばしていく、引き上げていくっていうものもあるだろうしね。なるほどね、うん、まあ、あなたの場合は赤じゃん。そうなんだよね。ああ、でもね、実際自分は赤だもんと思ってもいなかったんだよね。ああ、うん、ずっとほら子育ての最中、引きこもりじゃないけどさ、うん、ずっとうちにいた時代があるわけじゃない、これ、うん、失われた10年じゃないけどもさ、うんうん、あの頃ってさ、もう、ね、自分が前に出ることも考えてもいなかったし、うん、ただただこう頼まれてね、あのどうしてもっていう人はにはこうヒーリングをしたりとか、うん、あの病院にお邪魔してね、うん、エネルギーを送ったりとか、そんなことをやってた約10年があるわけだよね、うんうん、なんかあの頃は自分は赤とは全く無縁な生活だったわけだよね。ねえ、だからなんかその赤いエネルギーで、うん、で陰獅子座の太陽でしょ、陰の先生座。そうなあ、信じられないよね。だってそんなのあれでしょう、もっと出なかんでしょ。だから自分じゃ自分のこと分かんないんだよね、うん、これはね、本当にね、いろんな人の相談を受けてて思うわけ、うん、もうどう見ても明らかでしょっていうのがあるんだけども、うん、当の本人はえって顔してるんだよね、うん、でも自分 もそうだったわけだよ。そうだよ。いや、だからこうやって今はね、インド占星術とか、うん、そういったホロスコープとかそういった小道具があるから、うん、客観的にも見えるようにはなってきてね、少しはね、うん、完璧には無理だと思うよ、いくらなんでもね、うんうん、ああ、やっぱり私こうだったんだっていうのは分かるよね。でもあの頃は分からんかったよね。そう、まだ今でも足りないでしょ、そんなの出るのは。そうかね。そうだよ。そうかな。そうだよ。そうかな。もともと出ないとダメじゃない。そうですかね、うんうん、そうなんだよ。そんな控えめにしてる、そんななんていうの、うん、暇なんかないよ。そうかな。うん、もう今自分出すなんて今でしょってね。人には言うんだけどね。そうだよ、もう今自分のあのエネルギー出さないとさ、うん、出す気なんかないよ。いや、まあ、あのサロンに来ていただいた方には分かると思いますが、もうエネルギー全開で私は、うん、日頃からだよ。日頃からサロンだけであの狭いところで全開しても仕方ないんだから、もう宇宙を相手に全開しないと。そうですか、ね、それがあんた獅子座の太陽でしょ。そうですか。いや、分かりませんよ。そうだよ、なんだ、もうとにかくもううっとしぐらい出てもいいよ。そう、その年ぐらいって何それ。いやいや、それがちょうどいいって自分でそう思うぐらい、うんうんうん、ね、やりすぎかなと思うぐらいやってもいいんだよ、何でもそうなんだよね、うん、うん、そう、だからあのなんていうの、控えめな人は言いすぎるぐらい言ってもそれはちょうどよかったりさ、うんうんうん、するわけでしょ、うんうんうん、自分のブレイクで必要ないよだね、うん、その根底に何があるかってことすごく大事なわけよ、うん、例えばよ、今世その経済的な、うん、なんていうの、成功だとか、うん、それをやろうとする人もいるわけ、うん、もちろん、うん、でも自分はそうではないってことがもう分かってしまっているので、うん、軸足はそっちに向かない、うん、それはいいんじゃない別に、うんうん、だからそことの模索中だよね、なんかね、うんうん、と私は思うんだけどね、うん、私の中でだってやっぱり一応葛藤あるわけだよね、そうどこまで出すかとかっていうのは、うん、そういいよ、もっともっと出しても、だからそのあんまり計り事をしてはいけないの、うん、それも十分分かっている、うんうん、でもやはりこのお任せっていうところまでになかなかいかない、うん、お任せしますどうぞっていうところまで正直いかないところがあるわけですよ。任す必要ないじゃないの、うんうんうん、もう
いや、ね、あるところに行ってればお任せの境地も必要なんだよ、いやそれはそうだよ、それは難しいよ、難しい、なかなか一番難しいんだからお任せなんて、そうだと思うよ、うん、ただそこでやっぱり葛藤が起こるわけじゃない、口先ではお任せなんて言えるけどさ、うん、任せられるなんてなかなかできないよ、うん、だからやっぱりどうも肩の力が入ってしまうわけですよ、力みがあるわけでしょ、うん、そうそう、でその力みがやっぱりブレーキになってしまったりとか、うん、いいことは任せられるけど、うんな、うん、悪いことに身を任せるなんてできないですの。そう、そこがね難しいんだね、うん、まだまだ修行なんですね。あ、そうだよ、それは当然だよ、はい、うん、まあだからその赤いエネルギーね、うんうん、もっともっと全開した方がいいよ。そうですかね、ね、うん、はい、外に向かって言っとくけどそうだよ ね家庭内だけで使われたら大変だよね、焼け焦げるようになるから、ね、そう、俺なんかピンクなんだからさからもうピンクと赤と勝負したらそんなのもう誰見たって分かるでしょ、うん、ピンク赤に染められてるよ、だから、うん、ある程度こう距離を置いて染まらないように、ね、そうしない自分を必死に守るわけ、そうなんだよ、ほう、そうですか、うん、あ、そうでした、色の性格としてな、うんうん、だから、ね、やっぱりそのホロスコープ見てると面白いよね、うん、まあ、そのオーラっていうところから見るのも面白いけども、私もインド先生のホロスコープを見るのもすごく面白いし、うん、もうどう見ても例えば月と太陽だったりとかさ、うん、あるわけだよね、うんうん、土星と金星だったりとかさ、何それ、どういう意味、月と太陽、あ、だから例えば、まあ、太陽と月ってのはまた対比されるじゃない、うん、でこの前ほら高砂さんの写真展に行った時に、うん、あのタケちゃんとね一緒に行って、タケちゃんは月が好きだった、あ、そういったね、だからこの子の瞳はこんなにね、うん、澄んでいて深くてって、だからタケちゃんの発するエネルギーって、うん、憧れのエネルギーだね、私からするとね、こう優しい、こう何とも言えない、うん、でもやっぱすごい力を持ってるっていうかさ、うん、だから単純にね太陽と月を比べたら太陽の方がこうデーンと大きくて、うん、月は太陽にかなわないみたいな峰さんイメージを持ってると思うんだけども、うん、決してそうではない、比較するものではないんだなっていうのをしみじみ思ったね、そうだ、あ、竹ちゃんのエネルギーこの絵これなんだと思ったね、あのさ、海があるじゃん、うん、ね、で光がずっとこう海にこうなんて透過していく、うん、であるところからもまあ暗くなっていくんだけどね、うん、太陽の光よりも月の光の方がずっと深くまで行くんだって、うん、あ、まずもう全然比較的に深く行くんだって言ってたよ、ああそうかもしれない、うん、まあ、その波長のこととかいろいろあるんだろうけどさ、うんうんうん、あのそれぐらい月の光ってこの透過力があるんだって、うん、その月なんか見ても眩しくもなんともないわけや、うんうん、太陽なんか見てられないわけだよ、うんうん、だけどその光の性格っていうのはまた違うんだよね、うんうん、あ、そうだね、うん、あれはねなんかすごいいい写真展で、うん、竹ちゃんと一緒に行かせてもらった、私すごい勉強になったな、すごかったな、うんうん、いやだから多分月がないとさ、うん、あの要するに、なんていうの、例えば植物が育つのは太陽の光だって言われるけど、うん、実は月の光もすごく影響してると思うんだよね、あると思う、うん、うんうんうん、ああそっか、そうだからそういうこうなんか今まではさ時代はさ、うん、強さとかさ、うん、その量とかさ、うん、そういったもんでこう評価されてきたけどね、うん、そういう面では太陽のがすごいわけよ、うんうんうん、紛れもなくボーンだっただけで照らされてっていうのあるよね、うんうん、だけどそうじゃない元部分っていうのをこれからはもっともっと注目されていくんじゃないの、うん、だと思うな、うん、だからなんていうのインド先生でもさ、うん、まあ、月の光でもいいだろうし、またね土星は何コツコツやるんだったっけ、うん、いろいろあるねな、うん、土星なんかのようなね、うん、あるいは今までの時代から言うとさ、うん、あんまり好まれない、うん、ね、エネルギーかもしれないけど、うんうん、だけどさそれはやっぱりそれ自分の特質として大事にしていかなくちゃいけないしな、うん、だから何に応援してもらえるかっていうことをしっかり分かった上で、うん、お願いしたらいいと思うんだよね。そうだよね。だからないものねだりをしてもいけないわけだよ。そうだよな。うん。うん、が月の人が太陽太陽太陽って言っても違うわけで、うん、太陽の人が月のような静けさをとか月のようなエネルギーをと思ってもそれは全く違うわけだよね。そうだよな。だからそういう意味ではまあ色を知ることもね、うん、まあ、ピンクが赤になりたがっても仕方がないんだからな。赤がピンクになりたいと思っても仕方がないわけで、仕方がない。だからその自分が持ってる色を思う、本当にこう思う存分出していく、うん、だって今世それを生かすって決めてきてるわけだから、ね、うん、それ決めてきたんだったらそれをやろうよねってとこだよね。そうだよな、本当はね、うんうん、そうなんだよ、うん、だからさなんていうの、フェイスブックなんかをさ、うん、見てるとさ、うん、みんなさ、うん、自分がやってることやったことを書くからね、うん、なんかみんながこうアクティブにすごい動いてるように錯覚しちゃうわけよ。そうでもそれは本当に一部でしかないわけでね、うんうん、でも動いてることばっかり書き込んでるし、うん、そればっかり読まされてると、うん、なんとなく自分がさ
至らないみたいな、そう劣ってるみたいな、なんか何やってんだろう私みたいなね、うん、うん、そんな風になるからね、その辺はね、あの上手にそれなんて付き合わないとさ、うんうん、自分のこうペース乱されていくね、そう引っかき回されてしまう、うんうん、今こう頑張る時期じゃない時になんか見てわーみたいな舞い上がってしまって浮き足立ってしまったりとかね、そうだよね、うん、だからその辺本当にね、自分の色とかさ、マインド先生術そういったものをね、うん、知ってね、うんうん、で自分はどうするかっていう、うんうん、やっぱり周りに振り回されない自分っていうのを作っていかないとね、うん、やっぱしんどくなるばっかりよ、うん、やっぱ己を知るっていうのは大事だと思うね、うん、そこはスタートよ、それしないとね、うん、やっぱ人を幸せにもできないし、うん、ね、ましてやその世界平和だって言ったってさ、うん、そううまくはいかないよな、世界平和の前にまず家庭平和ですからね、そうだねそうだね、はい、だからね、女房が赤いエネルギーの時はそれをね赤いエネルギーと認めた上でどう関わるかっていうのを ね、 そうね、遮ろうと思ってもダメだよね、無理だよそれは、うんうん、いいこと言うんじゃん、ね、もっともっと赤いエネルギー出してもらえばいいと思うんで外に向けてね、外に向けてね、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。